ではお天気をお伝えします。今日の札幌は気温も湿度も高くて菅井さん蒸し暑かったですね、はい、札幌中央区でも11日ぶりに30度を超えました。手稲区では 34.7 度まで上がったんです。全道の気温を振り返っていきましょう。まだまだ夏が終わりませんね。紋別市でも 34.1 度、その他北斗市や小樽、紋別、函館でも今年一番の暑さとなりました。8月下旬なんですがこの夏で最も暑くなったんです。そしてこの後の札幌の気温変化見ていきますと、今夜28度をキープ、明日の朝にようやく25度、今夜かなり寝苦しくなりそうなんです。そして雨が時折降りますので窓を開けにくくなりますので、建物内の熱中症ご注意ください。この時間なんですが道南で積乱雲が活発になってきています。檜山から渡島、そして一部胆振地方にも活発な雨雲があります。この雨の下雷も鳴っていると思うんですが、今夜から明日の明け方にかけて全土どこでゲリラ雷雨になってもおかしくありませんので注意をしてください。この後の雨雲の見通し見ていきます。この後今夜なんですが、檜山地方、檜山沖のこの活発な積乱雲が気になるところです。陸地にかかってくる可能性ありますし、日高地方などではすでに雨が降って地盤が緩いんですが、さらに80ミリの大雨となります。夜の大雨災害、被害が大きくなる可能性ありますので防災情報に注意をしてお過ごしください。土曜日曜の天気も見ていきたいと思います。この週末一旦回復するところは多くなりそうです。ただ十勝地方なんですが35度になる町もありそう。厳しい暑さですね。もともと今日の雨なんですが、元台風9号が通過して、そして台風9号の熱帯の空気が残っている中でフェーン現象になりまして、35度、厳しすぎる残暑となりそうなんです。日曜日になりますと太平洋側しのぎやすくなりそうなんですが、札幌では28度と蒸し暑くなりそう。北海道マラソンが行われるんですが、市民ランナーの方、沿道で応援される方、熱中症に気をつけてレースを楽しんでください。主要都市のマークでも見ていきたいと思います。土曜日曜ともに札幌は28度、帯広は土曜日33度ですが、近郊の町では35度に届くところもありそうです。そして週末、週明けになりますと心配なのが台風10号なんです。台風10号の最新予報を見ていきたいと思います。台風10号、今マリアナ諸島にあるんですが、今後の進路見ていきますと北上します。勢力がさらに強まって非常に強い勢力となりそうです。日本列島を縫うように進んでいきますよね。そうなんです。火曜日、まず本州、四国、九州上陸する可能性もあります。暴風域伴ったまま日本列島南北に縦断する可能性があるんです。そして今後の予報、この台風10号の行方見ていただきたいんですが、世界の気象機関の予報モデル、世界各国で予報しているんですが、どれも北上しまして北海道を直撃する可能性が高くなっているんですよね。確かにいつもの予報モデルよりもなんだかこう幅が狭いというか、はい、集中してますよね、進路が、はい、そうなんです。それだけ誤差が少なくなっていますので、それだけ北海道を直撃する可能性が高いと言えそうなんです。北海道に来るときにはもう台風でなくなっている可能性もありますか。はい、ただ今回ペースが早いので台風のまま勢力を保ったまま台風として北海道を直撃する恐れがあるんです。火曜日、水曜日大荒れとなりそうですので、この週末台風への備えもしておいてください。では全道の週間予報を見ていきます。すでに月曜日から台風がまだ離れていても雨が降り出しそうです。火曜日、水曜日大雨、暴風、高波の恐れがあります。それぞれの対策をお願いします。農家の方も作物の収穫期に入りますが注意をしてください。
太平洋側と道東も見ていきますと、こちらも台風次第で大荒れとなります。そして気温が来週にかけても高いですので、熱中症、食中毒には来週にかけても気をつけてください。以上、天気をお伝えしました。